引き続き公明党の代表質問の関連質問を行います。15番松岡恒夫議員。議長、15番。松岡議員。公明党の松岡でございます。議長のお許しをいただきましたので、西村代表に続きまして3項目について一問一答方式で関連質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。最初に学校での心肺蘇生教育の普及推進についてお伺いをさせていただきます。先ほどですね、教育長から力強いご答弁をいただきましたけれども、中学校ではですね、全学校で心肺蘇生法を学習されているということでございました。そして小学校の方ではですね、8校地域の方の協力もいただきながら講習会も実施をされているということでございました。そういった中でですけれども、すべての小学校でですね、やっぱり AED を使った学習がですね、行われていないのかなということも感じました。また教職員の皆様におきましても、普及員の資格を持った先生方が中心となって普及啓発を進めていただいていると、そういうことでございました。もう松阪市のすべての学校でですね、こういったこの危機管理体制を拡充して児童生徒の命を守るための安全な学校環境を構築することが今後の課題と考えますが、小学校で先ほど8校というお話もありましたので、今松阪市のですね、小中学校における AED の設置状況についてお聞かせください。よろしくお願いします。中田教育長。はい、AED の本市における小中学校の設置状況でございます。救命の切り札となる AED の設置につきましては、平成18年度と20年度に民間の企業からご寄付をいただき、すべての小中学校へ配置してまいりました。その後、市教育委員会におきましては AED を計画的に更新し、現在市内の小中学校に1台ずつ、また心疾患を抱える児童生徒用に10台、計57台を各学校に配置し、主に設置場所といたしましては体育館の方に設置をしております。さらに各中学校には先ほどご説明もいたしましたが、訓練用といたしまして AED トレーナーの方も配布してございます。松岡議員。はい、ありがとうございました。すべての小中学校にですね、AED を設置していただいているということで安心をいたしました。個人的にはですね、その小学校のその学習指導要領にもですね、記載されてくるのがね、一番いいと思うんですけども、その今後小学校でのですね、心肺蘇生法の学習会の実施を多くしていただきたい、そういった、そういったふうにね、今望んでいます。でも続いて2つ目の質問なんですけども、その教職員の皆様 その AED の講習ということで実施状況、もう少しですね、詳しくお聞かせください。よろしくお願いします。中田教育長。はい、教職員の AED の研修でございます。これにつきましては、学校の体育館が避難所になるとか、あるいは教職員が地域の方の中へ行ってそういう救命救急を行う、あるいはリーダー的な役割を担う必要があるということから、本市の場合には松坂地区広域消防組合さんと密接に連携を図りまして、大きく2つの講習会を実施しております。1つ目は AED 設置にかかる普通救命講習会でございます。これは平成23年度から始めまして、現在685人が、その講習を受け、普通救命講習修了証を、交付してございます。もう少し具体的に申しますと、この講習会は松坂地区広域消防組合さんにお世話になりまして、松坂市内の全幼稚園、小学校、中学校から1人以上、職員数の多い学校からは2人の参加をいただいて実施しております。この講習会の目的といたしましては、園児・児童・生徒の
突然死の災害防止及び事件事故等の緊急時における災害に対し適切な対応ができる教職員の育成を図るとともに AED の技能講習を行い、実際に即したですね、そういうような場面設定で講習を行っております。今年は5月16日から4日間の日程で講習を行い、実施したところでございます。もう1個は応急手当復旧員講習会でございます。この講習会は学校施設における応急手当の普及啓発を推進することを目的に平成25年度から毎年開催しております。今年は8月2日から3日間松坂地区広域消防組合本部で行いました。市内小中学校11人の教員が新たに応急手当普及員の資格を得ました。市内の小中学校には平成29年度末66人の応急手当普及員の資格を持つ教員が配置をされております。これはかなりその専門性の高い要望があって、それぞれの学校のですねリーダーとなっていただく、まあ、そういった方の要請でございます。こういったこの2つの講習会につきましては、県内でもこのところまで実施しているところは本市あるいは津市ですね、鈴鹿市等がございます。まあ、そういった形でこういう講習会を実施するとともに、先ほどもご説明させていただきましたけど、先生方の研修ですね、自主的な研修のためにネットで研修であるとか、あるいは国が出している教材のそういった説明とかを合わせてさせていただいているところでございます。松岡議員。はい、ありがとうございました。いろんな形で、普及のためのですね、施策が、取り行われているということでございました。すみません、ちょっと視光カメラ使おうと思ったんですけども、ちょっとやめて、ちょっとこういう形でお見せさせていただきたいんですけども、これは東京新聞の2月の18日の記事なんですけども、埼玉市のですね、全小中学校で、AED などによる心肺蘇生法を子どもに寄せる授業が行われているという、そういう記事でございます。写真にもあるんですけども、心臓に見立てたハート型の捻出器具を児童が懸命に押す、肘はまっすぐ伸ばして、と男性教諭の声、友達が心肺停止した時を想定した心臓マッサージの練習、目標は2分間だが疲れてペースが落ちてくる、そういった形の、こういった新聞記事があるんですけども、埼玉市ですね、埼玉市ではすべての小学校でこの新聞記事のような授業が5年生から行われているそうでございます。で、中学1年生の段階ですべての生徒がですね、AED を使えるようにすることが目標なんだそうでございますけれども、この項目のですね、最後の質問なんですけれども、この心肺蘇生教育の今後の方向性について、もう一度教育長の力強いご答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。中田教育長。AED の使用につきましては、平成16年度に、非医療従事者の使用が認められてましてから、10年以上が経過してまいりました。この間、先ほどご紹介いただいた、事例もそうなんですけども、あれはその学校でお亡くなりになられた、アスカモデルというのを使って全部の小学校で実施しているものでございます。本市におきましても、松坂市内の小学校で教育活動中、児童が心肺停止状態となり、救急車が到着するまでの間、AED を使用しながら心肺蘇生をしたことで、1名を取り留めたというような事例がございます。県内におきましても、23年度に3件、あるいは26年度に2件、そういった形で、この AED がですね、子どもたちの命に関わっていく部分、非常にございますので、今後とも、誰もがいざというとき、そういったことにですね、臆することなくきちっとこう、取り組んでいく、それが自分ができなかったら誰かに頼むとか、そういったことも合わせて、進めていきたいなと、そのように考えております。子どもたちが AED を含む心肺蘇生を学ぶこ、などを学ぶことは、将来多くの人が救命、活動を行うことができる社会、また思いやりの心を育て、人の命を大切にする人間の育成に大変意義があるということもあり、市教育委員会といたしましては、今後も
松坂地区広域消防組合など関係機関あるいは地域、保護者の方と連携をしながら、普及啓発、まあ、そういった取り組みを進めてまいりたいと考えております。松岡議員。はい、ありがとうございます。ぜひ小学校でもですね、こういった形の教育をしていっていただきたいと、そのように望んでいます。これで1項目目の質問を終了させていただきます。続きまして2項目目の防災危機管理体制の整備についてお伺いをさせていただきます。先ほどの代表質問のご答弁で津波避難計画の作成についての今後の取り組みについて詳細に述べていただきました。平成30年度この津波避難対策基本方針、また避難困難地域のシミュレーションの結果に基づいて具体的に津波避難方法だとかですね、津波避難施設の整備方針を作られると、そういうことでございました。またですね、この津波避難施設を整備することになった場合でも地域ごとのその地区避難、地区津波避難計画を作っていく、そういった手段としてこのワークショップを2年程度かけてやっていくというようなことでございました。一部報道でですね、2年かけてワークショップというふうに報道されましたので、市民の皆様からですね、そんな2年もかかるんとかね、もっと急がんとっていうような、そういったご意見もいただきました。その合併特例事業債等の活用からもですね、もう少しこうスピードアップできないかっていう、こういったご意見に対してですね、どういうふうなお考えをお持ちなのか教えてください。よろしくお願いします。船木防災担当参事。はい、議員からは、もう少しスピードアップができないかとの、ご質問でございました。先ほど、代表の、への、ご答弁の中でもお話しさせていただきました、地区避難計画につきましては、避難困難地域が抽出されましたので、そちらが、まず中心になってきて、それから、水平展開には、2年間、複数年かかるものと考えております。また津波避難計画を、次年度策定ということで、お話をいたしましたが、仮にハード整備の方針が、確定いたしましたとしましても、他市等の事例でもこのハード施設にさまざまな形態でありますとか形状がございますので、当市にあった整備の手法を検討していくには、それもまた一定の時間がかかるものと考えておりますが、この南海トラフの発生確率も2月9日の文部科学省の情報としまして、また 10% 上がったとも情報も聞いておりますので、このようなことも聞いておりますので、早期に津波対策の整備を進めてまいりたいと考えております。松岡議員。はい、ぜひともですね、早期のその津波避難対策の整備ですね、進めていただきたいと、このように思います。続いてなんですけれども、この松阪市津波避難対策基本方針案にも示されましたこの避難道路橋梁地域でなんですけれども、建築物の倒壊による道路閉鎖が起こる恐れが大変にあります。三重県ですね、この近隣自治体も含めて全国的にもですね、この東海、東南海、南海地震等によるブロック塀のですね、倒壊事故を未然に防止するために、所有者による危険なブロック塀を積極的に除却していただけるよう、そういったような助成制度を設けています。先月の1月30日付でですね、当方会派の山本隆議員からも、危機管理室の方へ提案要望させていただきましたけれども、このブロック塀対策への補助金制度の創設ですね、これができないかどうかお考えをお示しください。船木防災担当参事。はい、ブロック塀対策の補助の、制度の考えはというところでございます。県内の他市でも確かに制度運用、このブロック塀の補助に対して制度運用して見える市もございます。その中に防災上のものでありますとか、道路の拡張、敷地のセットバック等によって、ブロック塀が支障となったをセットバックと同時に、壊された場合はその補助をするという、いろんな手法もございます。その中で、本市でも、
今日の、高井派の、ご答弁の中でもさせていただきました、木造の住宅の、除去の除却の補助というのは、今年度から運用させてもらっておりますが、その中には、このブロック塀に、関する、補助は現在ございません。共愛地域が中止されましたので、この共愛地域の解消に向けました、制度の検討につきましては、他市の事例もございますので、十分研究をして、進めてまいりたいと考えております。松岡議員。はい、どうぞですね、安全なまちづくりの推進のために速やかに取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、続いてですね、災害時の協定について、提案をちょっと2点ほどさせていただきたいと思うんですけども、近年その地方自治体でですね、松阪でもそうなんですけども、地元の職員工場とですね、災害協定を結ぶ事例が増えております。長時間同じ姿勢でいると足の静脈に血の塊ができる恐れがあり、命にも関わるエコノミークラス症候群は、熊本地震の避難所などでも起きました。この血栓症に詳しいとされる市杉正人滋賀医科大学社会医学講座教授なんですけども、エコノミークラス症候群の一番の予防法は体を動かすことだ。ですけども、納豆には血栓をできにくくする成分が含まれており、これも効果的と話をされています。松阪市内にはですね、納豆のメーカーさん、また全国展開しているその納豆工場も近隣にございますので、熊本地震の避難所等でもですね、貴重な栄養として活用された例もございますので、この地元企業との この災害協定を結べないか、お考えをお示しください。船木防災担当参事。はい、議員からご質問の、食品の、災害協定のお話がございましたので、市当市におきましては、現在、国県とをはじめ、行政機関でありますとか民間企業の中で、59の、災害協定を締結しております。その中で、食品に関する部分につきましては、イオンでありますとかマックスバリュー様、また、ユニアピタ、また、株式会社オクトスなど、複数の企業と協定を結ばさせていただいておるところでございます。災害時にはその協定先から食品でありますとかそういうところは調達をしていただくわけでございますが、議員ご紹介のこの市内の納豆メーカー確かにございますが、この納豆につきましては現在当課の方でもその効果でありますとか効能、また協定結ぶとなりますと、避難所への配送体制などいろんな課題も出てまいりますので、もう少し研究をさせていただきまして、今後の研究課題とさせていただきたいと思っております。松岡議員。ありがとうございます。どうぞ研究を、していただきたいと思います。あともう一点なんですけども、その発災時の応援体制についてございます。熊本地震ではですね、福岡市など他の自治体からの応援で派遣された職員の宿泊先がなかなか確保できずに、結局熊本市からかなり離れた宿泊先となったために、毎日の医療の時間がかかってしまって支援に支障が出たそうでございます。福岡市はですね、大手旅行会社4社との間で、福岡市で大規模災害が発生した際に、他の自治体から派遣される職員の宿泊先を速やかに確保する協定を結びました。松阪市ではこういった場合どのように取り組んでいかれるのか、お考えをお示しください。船木防災担当参事。はい、続いてのご質問の、当市が被災した場合ですね、その被災市町が、他自治体から応援職員を、受ける場合の、宿泊先の、確保の、考えというところで、ご質問いただいております。大規模災害を受けた、どの市町も多分その被災市町におきましては、その後さまざまな、業務が、山積をするということは、これは容易に予測をされます。そのような中で、なかなかの他の自治体の応援職員の、宿泊先の、手配まではなかなか到底できないと、言われておるところでもございます。また、昨年の熊本地震におきましても、三重県から、複数の自治体、当市も、いくつかの課から、職員を、派遣応援に行ったところでございますけれども、その場合でも大体その応援に行く、市町をまとめた県の方がですね、大体その現地の宿泊先の確保をしておると
というところで、応援に行く側が普通はまあ確保するというところで、考えております。現在、当市の考え方は今後、受援計画を、作り込んでいく中で、応援職員が作業をしていただくその作業スペースの確保でありますとか、宿泊先の候補地等につきましては今後策定する受援体制の中で検討を重ねて明記をしていきたいと思っておりますが、宿泊先の確保までは現在のところは検討しておらないという現状でございます。松岡議員。はい、三重県がですね、主体となって、確保していくと、そういった形ですので、しっかりとですね、応援体制の整備についても取り組んでいただきたいと、そのように思います。これで2番目の項を終わりたいと思います。最後に健康健診受診率向上の取り組みについてお伺いをさせていただきます。代表質問のご答弁で、がん検診ウェブ予約システムの詳細、特定健康診査の受診率向上の取り組みについて詳しくお述べをいただきました。ありがとうございました。7月からパソコン、スマートフォン等で健診予約の24時間サービスをスタートすると、従来の電話も併用しながら市民の方の利便性を図って新規受診者、若い方の受診率向上につなげていくと、そういった形のご答弁でございました。ですね、平成30年度から31年度 の、 その実施計画の施策の2の1健康づくりの、推進の部分なんですけども、市民みんなが輝いて元気に、生き生きとした生活を送ると、そして健康づくりに取り組むとともに健康な街を作りますと、特定健診やがん検診を非常に大事なんですけども、特定健診、健康審査、がん検診の最新のですね、受診率の推移を教えていただきたいと思います。年代別も分かりましたら教えてください。よろしくお願いします。三宅健康福祉部長。はい、受診率ということで、ございます。はじめに特定健康審査についてご説明を申し上げます。特定健診につきましては国民健康保険の被保険者40歳以上を対象とするものでございまして、平成28年度の受診率は 36.2% でありましたが、前年度と対比いたしますと、受診率は 0.2 ポイントの増となっております。それから年代別の受診率につきましては、40代の受診率は 15.9%、 50歳代の受診率は 22.6%、 60歳代の受診率は 39.8%、 70歳代の受診率は 47.5% でありました。前年度と対比いたしますと、40歳代の受診率は 0.8 ポイントの増、50歳代の受診率は 0.5 ポイントの増、60歳代の受診率は同率で、70歳代の受診率は 0.7 ポイントの減でございました。それから次に、平成28年度のがん検診の受診率でございますが、胃がん検診 10.5%、 肺がん検診 14.9%、 大腸がん検診 14.2%、 乳がんのマンモグラフィ検診 14.0%、 子宮頸がん検診 14.4% となっています。年代別に見ますと、胃がん、肺がん、大腸がん検診は年代が上がるとともに受診率が高くなっておりまして、乳がん検診は40歳代が一番高く 20.7%、 次いで60歳代、50歳代となっています。子宮頸がん検診は30歳代が一番高く 18.0%、 次いで40歳代、60歳代となり、20歳代は 6.5% と低くなっています。平成28年度から市独自の取り組みとして、がんが発生しやすくなる40歳、50歳の年齢に達した方について限定優待受診券を送付し、無料検診を実施しました。限定優待とした年齢では各がん検診とも受診率が高くなっておりまして、40歳の子宮頸がんでは平成27年度が 11.0% から、平成28年度には 20.6% となっています。また限定優待の無料検診につきましては、国の
補助事業である20歳での子宮頸がん、それから40歳での乳がん検診の無料クーポンもございまして、これらにつきましては平成29年度も実施しておりまして、検診を受けるきっかけ作りとして周知啓発をしているところでございます。以上でございます。松岡議員。はい、詳しく丁寧に教えていただきました。ありがとうございました。特定健診に関しては、36% 前後ということで、年々上がっているということで、そういった数字を教えていただきました。またがんに関しましてはやはりまだまだ年齢差もありましてですね、もっともっと周知の方をしていただければなというふうに思っています。日本人 の, その死亡原因の約6割を占めるこの生活習慣病、この予防のためのですね、特定健診だと思います。またがんで亡くなる人はですね、年間その36万人を超えていましてですね、その国民の生命と健康を守る上でがん対策は重要な課題であると思っております。その対策にはやはり検診を受けていただくことだと思いますので、一人でも多くの方にですね、検診を受けていただきたいと、そのように願っております。担当職員の方も本当に頑張っていただいているので、なお一層ですね、この努力をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。で最後のちょっと質問になるんですけども、これもちょっともうこのまま見せますけども、これ愛知県の豊山町で、昨年の健康福祉フェスティバルで、その健康チェックコーナーでですね、乳がんについての啓発する情報を載せたドアノブプレート、こういったものを配布されたそうなんですけども、洗面所などのドアノブにですね、かけて使うそうなんですけども、表側が月に一度は自己検診をしましょうという呼びかけが載ってまして、その方法をイラストで紹介しているそうでございます。そして裏側には、乳がんになりやすい要因などがこう明記してあるそうでございます。チラシはですね、しまい込みますと目にしなくなるんですけども、こういったものをこうドアノブプレートにしてやりますとですね、よく目にするため、注意喚起になると思いますので、とても好評のようでございます。こういったご紹介したようなですね、こういう啓発品なんですけども、松阪市もですね、いろいろやっていただいてるんですけども、こういった独自の啓発の品を作ってはどうかと思いますけども、お考えをお聞かせください。よろしくお願いします。三宅健康福祉部長。はい、ですね、啓発物品ということで、まず特定健診の啓発品につきましては、標語入りのですね、ウェットティッシュを作成いたしまして、市内の大型商業施設での啓発活動等でですね、市民の方々に受診のお声掛けをして配布をしております。それからまた9月に開催されます健康フェスティバル、ここではですね、そのアンケート調査を行っておりまして、その際に作成したウェットティッシュであるとか標語入りのバンドエイド、ボールペンを配布をしております。そしてまた特にですね、受診者への特典ということで協賛事業者を募りまして、6月に特定健診対象者の方々へ受診券を送付する際に、協賛内容のクーポンを同封いたしまして、7月までに早期に特定健診を受診してお申し出をいただいた方々には、カテキン緑茶の進呈、それから他にもスポーツクラブの1回無料体験ができるような形の受診を促進しているところでございます。一方、がん検診の啓発物品につきましては、29年度は誘って誘って受けようキャンペーンということで、誘い合って乳がん検診、子宮頸がん検診のいずれかを受け、応募された方の中から抽選で、松阪特産品の松阪茶、それから松阪木綿の鏡とポーチセット、チャチャモのハンカチ等をですね、が当たるキャンペーンを実施しております。そういう中で今後も啓発部分につきましては、検診に興味を持ち、受診勧奨や健康づくりに関心が持てるような啓発について検討してまいります。松岡議員。はい、ありがとうございました。ぜひとも松阪らしいですね、健康づくりに関心を持っていただけるような啓発品を作っていただきたいと、そのように思います。
竹上市はですね、今回の予算をですねチャレンジする年度という形で、言われました。ぜひとも一緒にですね、なんてですね、私たちが今日代表質問そして関連質問させていただきましたけれども、こういった項目についてもチャレンジしていただきますよう念願し、以上で代表質問関連質問を終わります。ありがとうございました。